はい、それでは時間になりましたので、金星探査機暁の軌道、金星周回軌道再投入および観測計画に関する記者説明会を、開催したいと思います。まずは登壇者のご紹介です。JAXA 宇宙科学研究所暁プロジェクトチーム、すみません、左から、皆様から向かって右側ですね、プロジェクトマネージャーの中村雅人です。プロジェクトエンジニア石井信明です。プロジェクトサイエンティストの今井武です。すみません、ごめんなさい、今村武さんです。すみません、ごめんなさい。はい、それでは、まずは、金星探査機暁の金星周回軌道再投入のおよび観測計画について JAXA よりご説明したいと思います。それでは私の方から、説明をしたいと思います。こちらの方に資料と同じものをですね、映し出しております。私ちょっと座って失礼させていただきたいと思います。今日の題名はですね、暁、今後の金星周回軌道再投入および観測計画ということで発表させていただきます。まず発表の概要ですが、このミッションの目的は5年前にも申し上げましたが、金星の大気の運動をグローバルに観測して大気循環メカニズムを解明するということでございます。そのために、金星の赤道面に近い周回軌道上から観測をするということが必須で、2010年の12月7日に、金星周回軌道投入を試みましたが失敗をしております。で、今回2015年の12月7日日本標準時に再度金星周回軌道へ投入を試みたいというふうに考えておりますので、今日発表するものであります。で、投入時は今回は不具合のある推進エンジンは使用せず、代わりに姿勢制御用エンジンを使用して当初予定より遠近点遠い楕円軌道に入るということになります。まずこの探査機の科学目的であります。なぜ金星を探査機で観測するのかということですけれども、これは地球とそれから金星であります。で、この2つの星はですね、大きさがほぼ等しくて、それから太陽からの熱力も大差ないということで、その惑星の本体は似たようなものであろうと考えられているんですが、その周りを取り巻く大気が非常に違っている。で、その気候が大きく異なるということはご覧になって分かるとおり、地球の場合にはこのように赤道儀で貿易風が吹いておりまして、そのもう少し北と南には偏西風が吹いて、それから極にはまた別の極循環といわれるパターンがありまして、3つぐらいの構造を持っているわけです。それに対して金星の場合はですね、金星の自転周期は243日という長いものでありますが、その周りをですね、非常に速い風が吹いている。ここに書いてありますように、約秒速100メーターの風が高度60キロメーター程度のところに吹いているということで、金星本体のですね、自転速度の60倍ぐらいのスピードで回っているということがあります。で、この2つの惑星でどうしてこのように気候が違ってきてしまったのか、端的に言うとこれを知りたいということが大きな目的であります。で、これはおそらく、金星の場合にはですね、金星西向きに回っておりますけれども、その下の方から地表の方から核運動量をずっと持ち上げてきているわけですけれども、それがどのようにして、大気に蓄積されて早く回っているのかということが分からない。で、そのために、三次元的にこういう構造を調べることが必要でしょうということで、この暁には、いくつかのカメラが載っておりまして、例えば雷や大気光のカメラでは90キロメーターの高度の風の分布を調べる、それから雲の温度とかですね、それから二酸化硫黄のそういう反射によってですね、65キロメーター程度のところを調べる、50キロメーターのところは1ミクロン2ミクロンカメラといったもので調べるというふうに、階層的に調べると。そして金星を全体を取り巻いている風の動きを三次元的に調べることによって、例えばスーパーローテーションはなぜ起こっているのかとか、四五面循環は気候、金星気候にどのような影響があるかとか、それから全球をこう隙間なく雲が覆っているんですけど、どのようなメカニズムで作られているかとか、雷があるんだろうかと、そういったことに回答を与えたいということです。さて、これが一番皆様のご興味湧いているところだと思います。金星周回軌道への道のりでありますが、現在暁はこのように太陽を回る軌道に乗っております。で、この橙色の軌道が金星軌道、この白い軌道が地球の軌道であります。
で、ここの図で強調したいのは、まずですね、暁はこのように、例えば本年の2月と書いてます。これ2月の、正確に言いますと来週の水曜日ですけれども、一番太陽に近づきます。それから8月にも近づくんですけども、この距離がだいたい 0.6 天文単位であります。で、金星は 0.7 天文単位でありまして、この周りを回って、観測する予定でしたので、予定設計条件よりもかなり厳しい熱的な条件にさらされているということがあります。このことは次の後の2枚のスライドでもご説明いたします。そして、もう一つ申し上げたいのは、ここで投入をするということです。2015年12月に、7日にですね、まあ、ここで投入をするということなわけですけれども、この時に、暁はこう回っておりまして、こう細かい図書いてありますが、ここのところで、軌道がクロスいたしまして、外側に出ております。で、この時に暁よりかも金星の方が速度が速い状態ですので、こういうふうに飛んできているところに金星が後ろから追いついていくということです。そして、その時の地球の位置はこの位置になります。で、距離はだいたい1天文単位 8.3 光分、光の速度で 8.3 分ですので、地球からコマンドを打ったりして制御をしていては、これは、投入動作を制御することはできないということで、すべて、前回の時と同じように自動的に探査機が判断して、行えるようなプログラムを組んでおりまして、それによってコントロールを行うということになります。先ほど言いました厳しい熱環境です。これは探査機各部の温度履歴です。まあ、ここに書いてありますのが、2011年1月からですね、2013年の12月までの履歴ですけれども、まあ、太陽電池パドルの温度がこういうふうに変動している。それで一番高いところになりますと、まあ、140度ぐらいのところに行くと。そして、それ以外にもこちらにある氷とかアンテナですね、これがこういうような、温度のバリエーションを示している。で、ここにあります生成油用エンジン、これを今回使うんですけれども、そのエンジンのところも温度が上がっているということで、まあ、一部の機器は設計マージンを超えるというところにありまして、油断はできないという状況にあります。で、これが何で起こっているのかというのは、先ほど申しましたように、これが当初の予定で地球を脱出しまして、金星にたどり着くと。で、縦に書いてありますのは太陽光のからの太陽光の入力であります。で、だいたい 0.7AU のところでは、この2600Wp/m² といった熱入力があるはずだったのに、金星よりかも太陽に近づいてしまうために、これだけ約 1000Wp/m² 分多くの熱入力を受けるということになり、この近づくたびにですね、だんだん条件としては厳しくなっていって、それはこの衛星の周りのですね、断熱のために巻いてあります MLI とか、こういったものが変だんだん劣化していってしまって、そして温度が上がっていってるんだと思われますけれども、そういう厳しい条件にあるということをご承知おきいただきたいというふうに思います。で、今回は暁の姿勢制御用エンジンを使ってやります。と言いますのは、ここにありますこの主推進機は前回の投入の最中に壊れたと考えられておりまして、まあ、この一番下にあるエンジンですね。で、その代わりにここの四隅にこうついております衛星の姿勢を制御するためのエンジンが、まあ、あるわけです。これが小さいエンジンですけれども、まあ、23ニュートンクラスのエンジンがついておりまして、このエンジンを付加して、投入に使うということです。で、こちら側についております4つのエンジンを使って、そして、水力は、まあ、この場合はこっち側に出るんですけれども、それをやるか、それかこっち側の4つ使うかと、これは現在まだ検討中でありまして、まあ、これを使うときに探査機は一定の方向を向かなきゃいけないんですけど、そのときにいろんなところの温度を調べまして、その温度が条件がなるべくいい方を使いたい、あるいは、まあ、経験のあるエンジンを使いたいとか、そういったメリットデメリットを考えて、これから決めていきたいというふうに考えております。まあ、この絵は同じ絵でありますけれども、このように水力は主推進機の約 20% しかありませんので、どうしても昔の軌道、予定していた周期30時間という軌道から離れまして、周期が 8日か9日、これは変動するわけではありませんで、途中で軌道を変えていきますので、
初めは例えば 8.7 日ぐらいであるのがだんだん短くなっていくと、そういった意味で8日から9日というふうに書いてありますが、そういう非常に長い軌道に入るということはやむを得ないと考えております。そしてそういう長い軌道に入るために、このように金星の影がここにできるんですけど、そこの影に入る時間が非常に長くなってしまうということが懸念されます。で、当初の軌道計画ではですね、金星投入後2年後にだいたい90分の日陰アンブラといいますけれども、これが起きるというふうに考えていたので、これに対応したバッテリーの容量を想定しておりました。で、新軌道ではこの軌道周期が長くなるために長時間の日陰が発生しやすいのですが、今回それをなるべく避けるような軌道を我々として設定することができたということで今回の発表に至っているわけです。で、これはこの図はそのアンブラ、この青いところがアンブラですけれども、このアンブラがだいたいどのぐらい生じるかということが書いてありまして、投入直後にはこの90分というのを超えるんですけれども、これは初期なのでまだバッテリーが元気な頃ですので、90分以上バッテリーは持つということで、ここのところはまあ心配しなくてよくて、ずっと後の方になると長い日陰がこの後出ないようにしていくということであります。それで新軌道での観測計画の概要でございます。旧軌道ではもともと軌道ではこれ周期30時間でしたけれども、新しい軌道は8日から9日という軌道でありまして、これを長く伸ばしているようなものであります。で、もともとの軌道でもこの金星から離れたところではグローバル撮像、このようにですね、いくつものその連射をそのようになさっているんですが、連射をしてですね、その動きを見ていくということをするということで、新しい軌道でも常に 60km/ピクセルを超える解像度で金星を捉えることができます。それからこの近づいたところではですね、クローズアップをいたしまして、旧軌道で予定していました微細構造の発見的研究のためのデータを取ると、それからもっと近いところはパッと通り過ぎてしまいますので、そのカメラではですね、上から見ているとどんどん画像が動いて手ぶれを起こしてしまうということで、リム観測を行って、そしてエアロゾルの層構造の変動を捉えたいということがあります。そして、このようにですね、探査機から地上局へ送られてくる電波がですね、大気のかすめて通るというときに、この周波数が大気の通るために屈折して、そして周波数が変動しますので、それを調べることによって気温や硫酸蒸気、電子ミストの高度分布を捉えるといったことができることになります。で、ここに書いてありますように、新軌道のメリットは、1週間連続でグローバル撮像が可能になるということで、旧軌道よりかも長いこと取れると、それから大規模現象を把握しやすくなるとありまして、新軌道の方デメリットといたしましては、確かにここからここに行きますので、解像度としては悪くなると、それから、近いところでは同じですけど遠くでは解像度が悪くなる、それから、このような電波遠平の頻度が低下するといったことがありまして、当然もともと狙っていた軌道がベストであると考えていたので、デメリットがたくさんあるということはやむを得ないことですけれども、こういったメリットもあるんだということを示す図であります。で、今右上にありましたようなたくさんの画像を撮るとどういうことが行われるかということです。これ地球でですね、雲をトレースしているものであります。で、サイクロンがこのように渦を巻いているところを、サイクロンの雲の動きを調べていると。で、このように、ある画像でですね、雲のパターンがあったのが、次の画像ではそれが移動すると。これを、相関を取っていって、そして雲の動きをこういうふうにトレースしていく。これは、手作業によるような作業ですけれども、学習の場合にはこういったものを自動化するアルゴリズムはすでに確立しておりまして、やっているということです。で、この右側にありますのは、木星を観測いたしましたガリレオが、数十年前に金星を通り過ぎたときに、2枚の画像を撮りました。そして2枚の画像で比べてやると、このように東西風と南北風が出る。これをずっと連続的に行って細かい観測を行っていくということであります。観測装置の現状でありますが、ここに書いてありますように、探査機姿勢の制約があるために、機器の立ち上げや
画像データの取得に必要な小売特化アンテナ、これですね、これが使えないということで、現在は今運用しておりません。で、最後の各観測装置のチェックが4年前で、雷対向カメラはまだ未確認ですけれども、まあ、熱的にはここのところについているんですけど、これが放熱面になっておりますので、まあ、温度的には楽なところにいるので、まあ、安全な環境を維持しているということです。で、これはLIR というカメラで撮った金星を、撮った画像です。で、再接近してこの前失敗した日の2日後に60万キロメーターの距離から金星を撮影したときに捉えた10ミクロン帯の画像とか、こちらが UVI そして IR1 ということで、またこの時衛星が不安定でありましたので、ここでちょっと像がぶれておりますけれども、まあ、こういった像が撮れると、健全であればこのような画像が再び撮ることができるであろうというふうに考えておりまして、金星周回軌道再投入後3ヶ月間を観測機器のチェックアウトに費やしたいというふうに考えております。サクセスクライテリアです、サクセスクライテリアは当然打ち上げ前に決めておりますので、これを達成できるかどうかということです。で、ミニマムサクセスにつきましては、まあ、1週間にわたっていずれかのカメラによって画像を取得するということで、まあ、全機器が正常あるいは一部機器だけでも、まあ、このミニマムサクセスは達成できるだろうと考えております。そして、フルサクセスは、まあ、2年間にわたってこのような3つの観測を行いたいということですが、まあ、これも2年間にわたって機器がすべて動けば丸であります。丸でありますけれども、もちろん空間分解能は5分の1になっていますし、この LIRAC とかそれから電波科学による観測頻度は7分の1になるということですので、当然サイエンスはそれなりに考えなければいけないということです。そしてエクストラサクセスも、まあ、4地球年を超えて、大気構造の変化を捉えると、あるいは1ミクロンカメラによって火山活動に関するデータを得るといったことは未だに、チャンスがあるというふうに考えております。これが最後のスライドになると思いますが、スケジュールのサマリーであります。2015年の夏期に、軌道修正を行いまして、12月の7日に投入を行います。この12月の7日、もともと11月の22日というふうに5年前には申し上げておりましたが、11月に投入いたしますとですね、金星の今度回る軌道が長いために太陽の重力の影響を受けて、そして、軌道が変化していきます。で、その変化を考えますと、西向きの軌道に11月に入れますとすぐに金星に落ちてしまうということがあり、それを避けるために、軌道を少しタイミングをずらして、そして12月の7日に軌道に入れることにしました。で、これの時に入れますと今度はちゃんと西向きの軌道に入れても落ちることなく回っていられるということであります。で、ここで軌道修正をするのは、まあ、日印の時間の調整とかそういったこともありまして、16年の春期に軌道修正をいたしまして、また17年の初夏にも軌道修正をするということで、遠近点はだんだん変わっていきまして、最初は50万キロメーターの軌道に投入いたしますが、春の軌道修正で32万キロ、この時の、まあ、軌道周期が 8.7 日でありますけれども、もちろんこれはこの軌道投入のシークエンスがうまくいくかどうかと、どの程度うまくいくかということに、よってだんだん変化していくものであって、一応暫定値というふうにご理解いただきたいと思います。地球との通信のビットレートは一番高いところで 32kbps、一番低いところで 8kbps で、これで、通信を行ってデータを取得するという計画であります。まあ、当初の計画期間も5年間遅れてしまったということでありますが、なんとか成功させると思っておりますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。以上です。ごめんなさい、まとめがありました。一番大事なことを言い忘れました。この観測をすることによってですね、我々としては地球を含む反惑星気象学といったものを構築する、つまり金星を知ることによって、今度は翻って地球のことも分かるようになって、より深く地球の気象学を理解することができる、それを我々は反惑星気象学というふうに呼びますけれども、そういったものを構築していく礎としたいというふうに考えております。以上です。はい、それでは、質疑応答に移りたいと思います。
質問のある方は、挙手の上、所属とお名前を言ってその後質問をお願いいたします。3人の先生方いらっしゃいますので、質問お答え願う方のお名前を言ってくれると、こちらとも回答しやすいと思いますので、よろしくお願いします。それでは質問のある方挙手お願いします。はい、それじゃあ、NHK の岡田です。お三方にお伺いしたいんですけれども、改めてですね、投入する機会が巡ってきたということに対する率直な感想とですね、意気込み、あと、5年前と全く同じ12月7日になったっていうことについて、個人的にどういうふうにお感じになっているか、その、2点3点お伺いしたいなと思います。じゃあまず私からお答えいたしますが、本来でありましたらば、これは5年前に行っていて成功していて当然のミッションであるということで、大変じくじたるものがあるわけです。で、今回起きた失敗は、当然 JAXA の資産として生かされていて、はやぶさ2にもこれを改造するといった改良が加えられているわけですけど、今回、幸いにして5年後に再びチャンスが与えられたということで、我々としてはいわゆるお祭り騒ぎではなくてですね、粛々と責任を果たしていきたいというふうに考えております。投入日がたまたま5年後の同じ日になりましたけれども、感傷的になることなく冷静に、ことを進めたいというふうに考えております。以上です。12月7日になったのは全くの偶然でして、一番いい投入軌道というのを探していったら結果的には同一になったということなので、とにかくこの一番いいと今考えている軌道計画がきちっと実現するようにできる限りのことを尽くしたいと思っております。はい、そうですね、5年遅れでようやく観測をスタートできる見込みとなっているわけですけれども、まずは無事軌道投入してきちんと観測を開始するということが肝要なわけですけれども、それだけではなくて、単にその5年前にやろうとしていたことをちゃんとやりましょうということだけではなくて、やはりこの5年間金星の科学、金星の大気の科学でいろいろ世の中進展がありまして、きちんとそれも踏まえた上でサイエンスとしてちゃんとこの5年間単に待ったというだけではなくて、きちんとアップデートしたものを出していかなければいけないなということで思っているところです。あと12月7日になったということに関しては、個人的にはあまり力まずに、とにかく冷静に異常を見逃さないように気をつけてまいりたいと思います。はい、それでは他にご質問のある方。読売新聞の徳本と申します。軌道投入までにですね、記憶では確か今月とあと夏頃だと思うんですが、また太陽にかなり接近する、タイミングが、あると記憶しています。はい、その時、いつ頃にですね、どのくらいまで接近するのか、そしてその際にですね、どのようにモニタリングしていくのかですね、そのあたりをちょっとお聞かせいただければと思います。はい、先ほども言いましたように、今月は2月の11日に再接近をいたします。で、当然週に4回ですね、衛星との運用をしておりまして、各部の温度を注意深く見ておりますし、どこか急に上がったりしたというときにはワーニングがすぐにコンピューターの方から発せられまして、それでもって、我々の方に連絡と、それで何かできるかどうかということはまた別の話でありますけれども、少なくともそういうふうなモニタリングはしている。それから8月に、8月にもう1回ありますけれども、これは8月10何日ぐらい8月29日に第2回目の日印がございます。条件としては大体それですね、最初の方の2月11日はですね、ちょうど地球と豪になっておりまして、そして探査機が太陽のところを非常に近くをかすめますので、2月11日ジャストのところでは金星、ごめんなさい、暁との様子を見ることはできないということで、今週の週末まで運用して、
来週、まあ、数日間はお休み、そしてその後に、衛星の状態を再びモニターすることができる、生きて帰ってくることに乗っているというところです。はい、それでは他にご質問のある方、前の方、アストラアーツとヒデス、今回の軌道投入の時間帯というのは何時頃になるでしょうか。時間帯はいろいろなの運用局とか、それからその起動後のいろんな、まあ、シーケンスと我々言ってますけど、あの制御とかですね、そういうものを含めて今一番いい時間帯というものを考えてまして、ちょっと今すぐに何時何分というのはちょっと言いませんが、あの、まあ、決まり次第お知らせしたいと思います。はい、じゃあそれじゃいいですか、じゃあ神田さん、時事通信の神田です。どちらの側の姿勢制御エンジンを使うかということはこれから決めるということなんですが、これはあの5月の最初の姿勢制御の時にはもうどちらかが決まっているということなのかということと、あと確か姿勢はずっとあの配源アンテナの方が太陽の方を向くようにしていると思うんですけども、こちら側のアンテナの方はそういうことで、まあ太陽に煽られている時間が長いということで、今のところその健全性がどうなのかというのはデータで分かっているものというのはあるんでしょうか。どちらのスラスターを使うか で先ほど5月のと言いましたけど7月を予定してますね。7月、7月の時の姿勢、太陽からのいろんな熱の条件と本番の12月も違います。だからその時に結局同じ7月と12月と同じがいいか、まあ、別々がいいかとか、まあ、それも含めて熱、それからいろんな制御のにかかる時間、それから通信ですね、アンテナと地球との向き、そういうものを含めて今いろいろその比較を検討しているところです。だから、まあ、結果的に同じっていうこともありますし、別々っていうこともあるかもしれないし、そのスラスターが前回とかこれまでと同じかの場合もあるし違うこともある、まあ、そんな選択肢はあまりないので、それの一番その安全な、より安全なという評価というかセンスで比較しているところです。もう一個なんでしたっけ。太陽側の、今太陽の方向いているそのアンテナ側のスラスターの健全性ですね。これは姿勢制御用ということで、実は太陽の光の圧力、光の受けて姿勢が少しずつ変わります。でそれを補正するために1週間に1回ずつこの8個、まあ、12個全部小さいので12個あるんですが、12個は使っているので、それは健全です。はい、はい、じゃあ共同通信の末と申します。ちょっと何点か確認お願いします。先ほどの、スケジュールサマリーのところで、フェーズ4の定常観測、ここで見ますと、ですと2016年の春ぐらいから本格的な観測を開始というふうなのかなと思いましたが、それでよろしいのでしょうか。最初のですね、この3ヶ月間は、まあ、初期チェックアウトということで、各観測機器を慎重にですね、立ち上げていって、その性能等を確認していくということで、正式な観測は、まあ、ここから公式には2年間をまず最初の運用期間としたいと考えております。ここまでうまくいきましたらば、当然、まだサイエンスができるようであれば、運用の延長ということを申請していきたいというふうに考えております。いや、そして春、まあ、4月ぐらいとか3月ぐらいとかいうのは、何月ぐらいか、4月1日ぐらいですね。4月1日ぐらいと、はい、もちろん、ダブってると思うんですよ。初期チェックアウトの間にももうすでに結果が出始めているし、これはもうサイエンス的に有用だなと思われたら当然使うわけですし、まだここを超えてもですね、キャリベーションが終わってないよとか、そういったことがあって、まだしばらくかかるねというようなカメラもあるかもしれません。4つ、5つカメラありますので、それぞれタイミングがずれるということもあると思います。
高利得アンテナについてもともとスペックで不勉強で申し訳ないんですけれども、先ほど説明の中で、その高利得アンテナについての話を触れられていましたが、この32キロ BPS というのはもともと予定していたレート、これはマックスまでということでしょうか。そうです、実力的にはもっと出るんですが、中身のハードウェア の都合で32キロ BPS に抑えられております。特にそのアンテナ自体が今回 の太陽熱とかで影響を受けて予定していたよりもレートが低くなるというようなことは、そういう意味ではありません。はい、当初予定していたビットレートをここに書いております。わかりました、ありがとうございます。はい、東京新聞の榊原です。まず軌道再投入に使う姿勢制御用のエンジンの設計温度というのは何度なんでしょうか。ご説明のスライドでは一部機器は設計マージンを超える熱入力にさらされておりってあるんですが、姿勢制御用エンジンはその設計温度を超える熱にさらされたってことはあるんですか。アンテナエンジン、それと次の8ページも、その8ページは太陽の熱がこう変わりますよっていう、こうサインか波が書いてあって、その一番下が金星の軌道なんですね。だからもともとの設計はこのぐらいでしたと。そうすると、まさにその例えばエンジンでいうと、この黄色い線を見ると下の方っていうと50度とか60度ぐらいですよね。それで、設計は70度ということで、あの設計値っていうのは70度でやってますけれども、最初のうちというか最後の方のこの黄色い線はちょっとこう超えてるのが分かると思いますけど、それで超えてると。ただ実際のハードウェアの、そういう設計マージンとかも含めれば、まだ大丈夫というように考えてます。分かりました。あとその、5年前の軌道投入失敗の後、そのいろいろ姿勢制御エンジンを付加してテストとかされていると思うんですが、残りの燃料は、どれぐらい残っていて、例えば今回の再投入の時に、4機同時に付加してブレーキをかけて、再投入されると思うんですが、それが何かこう何らかのトラブルが生じて場合 その事前の策というのがあるのかどうかをちょっと教えていただきたい。なかなか事前の策というか、例えば 4機吹きたいと思ってたのに2機しか吹かない、そうすると吹かない理由っていうのがありますよね。そうすると2機吹いたけど2機、じゃあ残りの2機は正常に吹いてるのかとか、いろんなその状態、考えられる状態をいろいろ考えると、やっぱり4機すべて正常に吹いてもらわないと、今回予定している軌道、金星を回る軌道には入らないと。ただギリギリ、例えば最後の最後に何かトラブルでとかっていうと、ギリギリ金星の重力圏内には収まるけどとか、そういういくつかの、段階はあると思いますけれども、今は4機正常にとにかく吹くということで、事前にじゃあ吹かない場合に半分だけ吹いて何かできるかっていうと、そういうことはないですね。燃料は今どれぐらいその残ってるとか、そういう満タンから何割残ってるとか、そういう言い方できますか。そうですね、もともと196キロだったかな、200キロ弱の燃料を持ってました。それは燃料と酸化剤っていう、2種類あるんですけど、それ全部合わせると推進薬としては、約200キロぐらいで、今はだいたい60キロぐらいが残っているというように思ってます。でそれに姿勢制御とか、そういう別 の使う分を残して、今回の軌道投入に使える分っていうのを算出して、で今回の高度、50万キロから30万キロっていう計画を作ってます。あと最後に言ってるんだけど、そのブレーキをかけるのはどれぐらいの時間吹き続けて、投入を測るんですか。大体ですね、20
20分だよね、だいたい20分ぐらい吹きます連続して。だからまあ一番その効率のいい、ま、最接近点の、まあ、約10分ぐらい前から、吹き始めて、まあ、20分間連続して吹くというようなシーケンスって呼んでるんですけど、そういう手順になると思います。分かりました、ありがとうございます。はい、他にありますか。じゃあ、NVS の斉藤です。金星再投入の時 のエンジンの吹かし方に関してもう一つ質問なんですが、指定制御用のエンジンの前にヘリウムの加圧タンクがあると思うんですが、前回2012年の説明の時では加圧をさせた後はヘリウムのタンクを閉じてずっと吹かし続けるというふうにお聞きしたんですけれども、20分間そのヘリウムの供給なし、加圧した1回加圧した状態で、ずっと20分間吹くということになりますか。前回その不具合の原因であったバルブですか、そのガスの加圧のところの流路に入っているバルブが、まあ、今どうなっているか、もっと状態が悪くなっているかもしれないということで、そのヘリウムの加圧が、はいはい、そうですね、CVF と書いてありますけれども、前回その原因になったここが閉塞したと、でここがさらに状態が悪化していることも考えてますので、高圧のヘリウムからの加圧は期待しないということで今は計画しています。はい、25ページです、今。あ、はい、ありがとうございます。もうついてないの、はい、もうじゃないの。はい、もう一つなんですけれども、無事金星の軌道に投入された後に、推進薬としては何年ぐらい観測に耐えられるものが残りそうだという見込みでしょうか。今は2年から4年というか、まあ、ほとんど軌道を変えなければ、まあ、あまり使わなくて済むので、まあ、非常にわずかですけれども、2年とかうまくいけば4年残ると思ってます。はい、ありがとうございます。もう一つだけすみません、今村さんになんですけれども、今回の軌道変の、まあ当初の軌道と違う、軌道に投入されるということで、まあ科学観測ミッションとして、まあ、新しい軌道で、まあ、科学成果を出そうというところで、まあ、努力、工夫したところとか苦心したところがあれば教えてください。はい、そうですね、まず、まあ どういう軌道に入るかっていう、まず4年前の段階ではまだいろいろな可能性があって、まず大きく分けてその赤道周回軌道に入るのか極軌道に入るのかという選択がありました。でその時にやはりその研究をする側から観測する側からすると赤道周回軌道というのがこれは必須でした。というのは、まあ、搭載している観測地観測機器の何言いますかね、設計またその探査機への取り付け方からするとその赤道周回軌道に入らないと、まあ、目的でありますその長時間連続的な気象データを得ることは絶対できないということ でそれが満たされた時点でかなり展望が開けました。で、まあ、距離は若干長くなってしまうんですけれども、まあ、なんですかね、一言で言うとよりその観測データを解釈して研究していく上でより頭を使う必要が出てきたということになります。つまりそのもともと我々がその想定していたような空間解像度は異周回のうちの割合限られたところでだけ取られると。だけども一方でそれより解像度は落ちるんだけどもより長期かなり長い機会のデータが長い期間にわたってより連続したデータが取られる場所もあると。ですからお互いをうまくこう組み合わせてですね、双方的に例えばその遠方でずっと飛んでいるとき解像度はやや落ちるんですけどもそこで得られる連続的な気象データをその
1週間に1回その近くでデータを取る期間がありますので、そこのデータをと見比べることによって、まあ、ある意味こうキャルブレーションをする、どこまでが正しい、あるいはどういう解釈をするのが正しいということをきちんと確かめながらやっていくと、そういった形でかなりの部分やろうとしていたことは補える、リカバーできるのではないかというふうに考えています。ありがとうございます。はい、次は。後ろから。すみません、 TBS 砂沢と申します。厳しい熱環境にあるというお話の件ですけれども、先ほど姿勢制御エンジンはまあ大丈夫ではないかと、となると一番まあ、何に影響しそうだとお考えなのか、まあ、何でもかんでもなのかもしれませんし、このわざわざ ご説明された理由といいますか、教えてください。まあ、やはり一番影響して困るのはエンジンですね。それから、まあ、この高利得アンテナ、この7ページにありますけれども、ここの、まあ、高利得アンテナ、これが使えないとその大量のデータを下ろせない。それからその太陽電池パドル、やはりその発電ができないと、まあ、何もできないんでという、まあ、ここに書いてある、まあ、3つ、下のグラフに書いてある3つ、それでこう波を打っている、基本的にはその下の線ぐらいの温度になるところはもちろん当たり前と、これは金星の軌道ですからね。でそれに対してマージンを、まあ、下の線ってごめんなさい、例えばそのパドルですと、まあ、この温度ですね、110度、それからアンテナですと80度、まあ、この波の下のラインは例えば制御用エンジンですと50度とか60度、まあ、そこは当然起こる、だそこは確実に耐えないといけない。でそれに対してマージンを持って、まあ、その何割か大丈夫なようなということで設計してきたということなので、そういう意味では設計条件は超えていますと。だから何があったとしてもこちらからはその、まあ、文句言えないというか、ただし、まあ、このように5年間で全部で9回この一番厳しいところを通る、で今7回通ってちょうど来週が8回目で、8月29日に最後の9回目、まあ、この傾向を見ると、例えばこう最初にこうポンと上がっている温度がですね、上がっているので、このまま9回上がっちゃうとこんなになっちゃうよなんてことも最初のうちは考えたんですけれども、まあ、少しこう上がり方が緩くなっているという傾向もありますので、その、まあ、設計条件は確かに超えてはいるんですけれども、まあ、なんとか持ちこたえてくれるんではないかということを期待しているということです。まあ、要するに全体的に厳しい状況にあるので、はいはい、まあ、そういうことも考えておいてよってことですね。はいはいはい、ありがとうございます。はい、じゃあそのワイシャツの、読売新聞の富山といいます。さっきの質問の流れになるかと思うんですけれども、今回ミッションをクリアするために超えないといけないハードルというのは、まあ、観測装置とかがその熱でやられるかどうかということと、軌道投入に今度成功するかどうかという2点に分かれると思うんですが、今のお話だと要するに今まで熱でダメージを受けている履歴があるから十分なんか危険というか、失敗するかもしれない可能性があるという話なのか、今後2回の近日点の接近のところでやっぱりやられるかもしれないという恐れがあるのかというと、どちらになるんでしょうか。軌道投入にすごく危険があってできないかもしれないということを言ったつもりはありません。必ずできると思ってます。ただしそのいろいろな意味で作った、まあそのいいか悪いか分かんないですけど、その例えば自動車を購入したときにその10年20年と、まあ、動くことは動くと思うんですけれども、だんだんやはり不安なものっていうのは出てくると思うんですよね。でそういういろんな部品の交換とかももちろんできればいいんですけど、そういうことはできないということなので、まあ、何かが起こってもそれは可能性としてはあり得る。ただしまあ、現在の状態からして確実に軌道投入は成功するだろうというように考えています。観測のことも含めてですかね。軌道投入というのは多分成功する前提をお話しされていると思うんですけど、装置が使えるかどうかは分からないという説明だったと思うんですが、装置は使える、
すぐ使えるので、はい、観測装置に関してはその悲観する材料はあまりないです。衛星の中でも観測装置は、先ほど中村プロマネからもありましたが、その衛星の中で放熱面に近い、かなりその温度的には涼しくて快適なところで ずっと保管した状態であるということで、もちろん放射線の劣化という放射線による劣化ということは想定してますけども、ただそれに関してももともとの想定内の話ですので、悲観する材料はないです。そうは言っても何年間にもわたってオンにしていない機器を改めてオンにしていくときは本当に大丈夫だろうかというのはもちろん相当緊張する話ではありますけれども、それ立ち上がらなければ何か想定外のことが起こってしまったということになります。ちょっと言い方が非常に悪かったと思うんですけども、要するに確認していないですね。だから確認すればいいんです。ただし今の状態で非常に熱的に厳しいので、その配源アンテナを地球に向けるとそちらの別のところが太陽に向いてしまう。そこの温度が急激に上がっちゃう。それから観測機器をオンにしようとすると当然電力がかかる。そうすると今温度が上がらないように上がらないようにってやってるところで、そういう温度を上げちゃうとそれがまた悪さをするかもしれない。だから確かに確認して今投入前にいろんな機器が正常だっていうのを確認できればそれで大丈夫ですと言えるんですけれども、確認する余裕がないの で余裕がないというのは先ほどの熱的な意味で、できるだけ温度を下げた省エネモードの状態を維持してこのまま行きたいと。だから例えば確認をいろんなことをやったために温度が上がってそれで壊れちゃいましたなんていうのは本末転倒なので、そういうことをしていない。だから確認していませんということで、その壊れてるとかその動かないとかっていうことを言ってるんではないんですよね。はい、細かいんですけど、水力エンジンの2割という話と500ニュートンと23ニュートンの関係を教えてほしいんですが、どうやって2割になるんですか。500ニュートンというのはここのエンジン、さっき の, あその25ページ25ページそのない主エンジンの機動制御用の主エンジンの水力です。それで25で、ここに出す分にはいいでしょう。まあ、ここの主推進機が500ニュートンという推力を持っています。でこちらの方は何ていうんですか、定格っていうんですかね、23ニュートンと呼んでますけれども、ここの圧力、先ほどあったヘリウムの方の圧力等で変わるんですね。で今回の場合はそのこちらからその圧力が供給されない状態を一応想定してますので、ここの圧力が燃料を使えば使うほどずっと下がってくるということで、平均的にはまあ20ニュートンとか そういうふうに少し下がってくるから、まあはっきり何パーセント ぴったりっていうんですか、その500ニュートンのぴったり何パーセントではなくて、その変動していく、だんだん減少していくその圧力カーブを、まあ、エイヤーというと、まあ、約2割ですねという意味。ああごめんなさい、それとその23ニュートン4つ使いますよね。そうすると80 90ニュートンぐらい、まあ、それで500ニュートンからすると、まあ、2割ぐらいですねっていう、すいません、そうです。20だから今回は23定格23ニュートン ×4 機のスラスターを使って減速を行います。はい、他に、すいません、朝日新聞の小池と申します。先ほど軌道がその距離が長くなったっておっしゃられたんですけども、資料には、遠近点が、50万から32万31万とあるんですけども、一番近づくところの距離っていうのは、どのぐらいになるんでしょうか。それはもともとの当初の軌道と旧軌道とどういう違いがあって、それによる観測がどう変わるかっていう、ちょっとその部分を教えてください。遠近点は当初とあまり変わらず300キロとかそこら辺のところで通っていきます。ですからそこを通り抜ける速度もそんなに変わりません。だいたい秒速 10km ですので、
そこでの観測のやり方も当初予定していたものです。補足しますと近一番近い側はですねかなり降られます。だからす、まあ、300キロ500キロ1000キロ数千キロというようにそれはあの、まあ、太陽の重力の影響なんですけれども、だからなかなかそのぴったりその毎回何キロではないんですけれども、それは当初の軌道計画も一緒でした、はい、そこと大きく変わったものはありません。もう一つ言いますと、あのそこでの近近点の観測ということでは、その昼間側を通るときと夜側を通るときで違います。で昼間側を通るときにはあの主にはそのカメラを真下ではなくて主に地平線方向を見て、そうすると、まあ、雲海といいますか、あもうちょっと正確に言うと雲海の上にですね、あの細かいそのエアロゾルのあの総構造が見えるはずなんです。それがどういった構造をしていて、またそれがどう時間的に変化していくかと、そういった観測を行うことを考えています。で夜側を通るときには、夜側に近いところを通るときにはそれはもうあの金星の影のところに入ってますので、あの多くの場合には真下にあの雷カメラを向けてその雷の発光をモニターしながら飛んでいくということになると思います。はい、フリーランスの大塚です。あの前回の3年半ぐらい前の記者会見で、エアロブレーキングであの遠近点を下げる方法についての見通しをお伺いしたんですが、現時点であの見通しはどうなっているのでしょうかという、例えばまあ2年でフルサクセスをまあ足した後で例えば延長の時にやるとか何かそういう可能性はあるのでしょうか。すいません、なんでエアロブレーキ大気抵抗を使うということは考えていません。理由はあの、まあ、それをやろうとするとかなり微調整というんですか、それなりに軌道制御する燃料が、まあ、余分にとかさらに必要なんですね。だからまあそれを使うよりも、まあ、というかその燃料で遠近点高度をきちんと計画通りにこの31万キロとか32万キロに持っていくということの方を選びました。燃料はあのリアクションホイールのアンローディングとかにも必要ですし、そういうもののために取っておいた方で寿命を長くした方が得だというような。そうですね、はい、わかりました。はい、他にご質問ありますか。はい、たびたびすいません、共同通信の末と申します。あの最初の方で出た質問での確認なんですけれども、あの以前の会見か何かで、あの、再投入のタイミングで15年の冬と16年の夏頃という説明があって、でも今回は15年冬ということになりましたが、あつまりあの、ま、もしその15年冬、今回があまりうまくいかなかった場合に、もう一度チャンスがあると考えていいのか、それとも実質的には今回がラストチャンスと考えた方がいいのか、その辺はいかがでしょうか。まあ、今回がラストチャンスと考えています。というのはあの、まあ、最初にちょっと言いましたけど、その今年15年の冬に軌道投入するときは軌道が非常に不安定で、それを維持するのがまあ難しいという答えが最初の頃かなりあったんですね。それであのいろんな方策を考える一つ の検討するケースとして、あの15年の冬は金星をやり過ごして、まあ、スイングバイというんですけど、そういう金星のそばを通るんだけれどもやり過ごして16年の夏にあの会合させるとどうなるかという検討をしましたけれども、今は12月にそういう、まあ、2年間観測できる軌道というものが発見できましたので、これでやりたいと。それでやると決めた以上はそこで燃料を吹きますので、その、まあ、先ほどもちょっとありましたけど、結局吹いたけれども結果的にダメだったってなると、もう燃料が残ってないってことになりますので、次のチャンスはないというようにあの考えてます。あ、繰り返しですけど、主に燃料の都合で今回がラストチャンスというふうなと考えてよろしいのでしょうか。そうですね、要するにもう燃料がない。でそういう意味ではその2010年にあの失敗したときはあの止まったんですね。止まったっていうか、その緊急ストップという状態になったんですね。あれがもしその全部吹いちゃって結果的にダメでしたってなったら、2015年はなかったんですけど、まあ、そういう意味ではあの、まあ、燃料が残っていたってことですね。で今回使えば必ずそのもう燃料は吹き切ってしまうはずなので、あのもう次はないと思います。はい、
中エレベーターニュースの秋山と申します。繰り返しになってしまったら申し訳ないんですが、11月の軌道投入の当初予定から12月に変更という話、昨年末に最初にお伺いしたかと思うんですけれども、予定を変更されたその検討のプロセスといいますか、どういったところからその2週間で金星にショートしてしまうという可能性が判明して、最終的に12月になったのかというその検討について、教えてください。あと、すみません、もう1点なんですが、2年から4年という観測期間の後ですね、ちょっと先の話になってしまいますけれども、その後の暁というのはどのようになるのか、先日ヴィーナスエクスプレスの例もありましたけれども、金星衝突ということになるのでしょうか。その2点についてお願いいたします。はじめにその11月の軌道がもともと非常に安定性が悪い、ただし全てが予定通りいけばっていうのは、なんですかね、その高精度にっていうか計算上はですね、コンピューターの世界では確実に投入できる、だけど実際の世界で例えば誤差がありました、ちょっとそのスラスターの噴射時間が先ほど出てたように非常に遠い距離ですので、ちょっと時間遅れとかもいろいろあるので、そういうようないろんな誤差を考えると非常にリスクが高い、だから可能は可能なんですけれども、計算上は可能なんですけれども、リスクがあるということで、最終的にはその12月の、まだ安心といいますか、そういうリスクの少ない軌道にしましょうというのを最近決めました。それから、その後ですね、2年、4年過ぎて、そうすると先ほどからも出てますけども燃料がなくなるということで、観測はできるんですけれども、その軌道が下がったり上がったりするものを直すことができないという状態だと、多分その軌道のエネルギーからすると、その金星の重力場を飛び出すほどのエネルギーは持てないはずなので、やっぱり落ちると思います。はい、金星の大気近点がこう下がってくるのを防げないという、防止回避できないということが起こるんだと思います。はい、他に、じゃあ、宇宙桜松浦です。ですね、この2015年12月のですね、地球と金星の位置を考えますと、これ金星に一番暁が近づく点は地球から火地ですよね。ということは、この8分遅れで準リアルタイムで軌道投入は観測できるのでしょうか、それとも20分間の噴射の間にやっぱり金星の向こう側に回り込んでしまうんでしょうか。いえ、今回は前回違ってずっと火地状態で行うことができます。あ、火星状態ですか。はいはい、ということは、結果がほぼ、なんて言うんでしょう、8分遅れで地球で分かるということですね。はい、テレメーターは非常に細い、通信データは細いですので、非常に限られた情報でありますけれども、機器の動作が正常であるかといったようなことは分かってまいりますが、正確にその軌道に入れたかとか、そういったことはですね、軌道を決定をするプロセスがあって、それは1日2日かかる。日本とそれから JAXA とそれから JPL の共同作業でありますが、はい、それが判明してから2日ぐらいしまして、どういった軌道に入れたかということはご報告できると思っています。あ、はい、わかりました。はい、それでは時間なんですが、最後に最後一つ、あ、はい、いいですか。はい、それでは、1分ぐらい余ってるんですが、それでは本日の、記者説明会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。